とは猛吹雪採用担当遠藤です。ずるいよね。冬の女王に攻撃を受けています、遠藤です。後に続く人を潰すんだから。あ、ダメですか。いいよ。外は猛吹雪採用担当森谷です。外は猛吹雪採用担当大手です。ガチャガチャで何でも聞いてみよう。でルールの紹介ですね。ルール、はい、はい、ご説明いたします。これは私たちの採用担当がいつも使っているガチャポンです。ガチャガチャです。もうかなりひび入ってますねこれね。使い古した感がありますね。レトロですね。しまった直してくれ。レトロっていう。そして、このコインを入れましてガチャンと、でこの中になんと質問が入っております。おお、画期的。あの視聴者の皆さんからのですかこれ。そうですね。コメント欄、木村さんが書いたやつだと思いますけど、コメント欄にたくさん集めたものを、ね、コメント欄にね、はい、書いてくださったやつが入っておりまして、それに一問一答で答えていくという形になります。なるほど、はい。3分前に聞かされました。いいですよ、はい、お願いします。じゃあ、はい、いきましょう。もうこれ何回聞いたことかみたいなね。ダダダンダン。あれならないよ、静かに。これいつもの感じですね、このグダグダ感が。何当たりに来ました。さすがですね。当たりですね。何です。これは遠藤さんの趣味のコーナーですね。私が今一番ハマってるのはどんぐりです。今ね、どんぐりの観察にね、すごいいい季節なんですよ。そしてどんぐりは1年で育つどんぐりと2年で育つどんぐり2種類ありますからね、皆さん気をつけてくださいね。でこんなに種類があるんですよ。くぬぎとかコナラとかかしわとかね、皆さん全然興味ないと思います。どんぐりで、その次におすすめなのは紅葉です。今ね、いい、もう外は猛吹雪。そうですね、ウィンターイズカミングですからね。冬の女王が来てますから。そしてこのね、赤とかね、青とか、あ、青はないですね、黄色とかね、黄色とかね、すごいね、色素の具合によって色が変わってきます。これクヌギです。これクヌギ。クロロフィルとカロチノイドとアントシアン、このね3つの色素の構成によってこの綺麗な色が出されるということで、私はこれ集めたんです。おお、すごい。これは鈴掛けの木ですね。もみじ葉鈴掛けの木、いわゆるプラタナスですね。はい、皆さん全然興味ないと思いますけどね。また来週。また来週。